皆さんおはようございます。おはようございます。今日は福島若菜ちゃんと一緒にね、水蘭の朝練、はい、やってきました。気持ちよかった朝から、ね、時間もの得してきましたけれども、はい、うん、まあ、この後はですね、若菜ちゃんとちょっと追い込み練習していきたいと思います。何やる？ 100m の、はい、20本、お決まりのリアクションで、ありがとうございます。10本じゃなくて20本。もうだから、まあまあだね、走りは、まあ、まあまあみたいな、うんうんうん、でそこからグイグイみたいな感じで、ああなるほど、でどんどこどんみたいな短い距離だけど、その中でもまあビルドアップもしていくような、うんうん、面白いトレーニングね。1秒が全然違うじゃん、 100m だと。そう、距離が短いと ね、うわー、結構追い込める練習方法、はい、ですね、うん、特にあのこうスピードが今ちょっとない方とかはね、めちゃくちゃ短いの、うん、速いのおすすめなので、一緒に頑張っていきましょう。このトレーニングすると多分スピードってすごいついてくると思う。うんうん、ね、やばい、よいしょ、しゃ、そうです。水分補給大事なんですけど、若菜ちゃんの水分補給、はい、あのハイボール飲む用のそのまま持ってきました今日どちらまで？トカラです。トカラ列島。トカラ列島？トカラ列島は奄美大島。何釣ってきたの？今回ちょっと狙ったものは、うん、まあ残念ながら釣れなかったんだけど、うん、まあキハダとか、うん、そういうのは釣れましたね。なんとか味っていうの？そう、浪人味。浪人味っていうね、狙いは何キロあるんだっけ？大きいものだともう60キロ超える。私たちより重い。重いね私たち、重いよね。そうなんだ。でめちゃくちゃ筋肉痛なんだよね、本当ね。痛いよね、ちょっと。なんかあの釣り頑張ります。で私がなんかこうシャーってやってるのかなと思ったら、うんうんうん、若菜ちゃんのやってる釣りは自分でルアーを動かして、そうそうそう、釣っていくから、うん、その釣り竿、わかんないけど長い釣り竿だとしたら、うん、ここから船べりまで行って、うん、シャーって鳴るで、シャーってルアーが飛んでったのを、うん、ルアーをこうやって動かして、うん、でそこに魚が出たらザーンみたいな、分かりにくい。でも話を聞いてるとすごい面白いんだった。今まで釣りって釣りなんだなと思ったけど、うん、もうなんかルアー釣りとその電動のそうそうそうあるものとかもう競技が違うみたいな。そう、 100m と 5000m ぐらい違うし、走り幅跳びとハンマー投げぐらい違ういろんな釣りの種類があって、それがまた面白いので今度ぜひ。若菜ちゃんの YouTube チャンネルにはもう釣りのことからランニングのこといろいろ載ってますので、ぜひね見に行ってください。ありがとうございます。お待ちしております。お一人だと絶対やんない練習なんですけど、憂鬱ですね。ちょっとなんかやりたくないって思ってる。正直やりたいんだよ。やりたいけどやりたくない。わかるわかる。そうそうそう、やりたいけどやりたくない。で100行って100帰ってくるから、うん、合計4キロ。まあまああるね。まあまあだね。20往復ってことだもんね。そう、行ってジョグで帰る、行ってジョグで帰るだから、うん、まあまあだね。ジョグで息を整えて、まあ、この 100m をレスト、うん、っていう考え方。さあマジか、やりましょう。お願いします。お願いします。ごめん。スピード練は全然やってない。おお、だから5キロとかを結構やってたんだけど、うん、短いのまたやってなかったから、うん、今日はねめちゃくちゃいいね。いいね。やってる？いや久しぶりに走ったよね。船から帰ってきたばっかり。ちょっと船の時は正直一歩も走っておりません。走んないよね。まあ船中泊だったから、うん、船から降りてない。そうだよね。だからまだちょっとなんか揺れが残っております。うんうん、船で何泊？船で4泊。そう、ごめん。
気持ち的にはもう、うん、あの10本いってるんじゃないかな、いってる感じなんです。あと16本あるから、おお、ラッキーな、ラッキー同い年なんですよね。同い年なんですよ。スイちゃんとはね、誕生日が10日ぐらい、そう10日、そう10日しか違わないし、ほぼ同い年。マラソンのタイムは15秒で、家もすぐそこです。やばいね。感じで、うん、まだきつい練習だけじゃないけど、そうフィズランではね、うん、街ランやったり、そう、まあ、朝のね、平日朝練やったりね、うん、そう、黒缶コース走ったりロード走ったり、うん、ね、いろいろちょっとね、うん、考えてまして、うん、だってあと月3回のね、うん、オンラインの練習もあったりね、はい、一緒にトレーニングしたりとか、うん、できますので、ぜひね、はい、フィズラン仲間になっていただけたら嬉しいです ね。 T シャツもできたしね。そう、 T シャツもね、いい感じでできたので、全国に広がっていけたらいいな、うん、全国行きたい ね、 ね、遊びにね。あとはね、遠征がてらこう一緒に行ったりとか、うん、ね、そういうことも考えてます。いろいろぼちぼちとね、そうね、やっていきたいと思いますので、はい、フィズラン概要欄に貼ってますので、お待ちしてます。